一人三中泊。これは私が山で遭遇した不可解な体験なのですが、今よりも数年前の学生の頃、毎年恒例にしていた一人三中泊。登山なんていう本格的なものではないです。それをした時のこと。食事も終わって、一人で焚き火を見つめながらぼんやりしていました。そんな感じで20分も過ぎた頃です。そろそろ寝ようかなと思って、何気なく周囲を見渡した時、それは斜め後方の林にいました。距離にすると自分がいる場所から20メートルくらいでしょうか。木立の間に何やら青白い塊が見える。なんだろうと思って凝視すること数秒。思わずつぶやいた言葉が、なんで顔だけ。真っ暗な林から男の顔だけがこちらをじっと見つめていました。自分からの距離は戦術しましたが、その顔がある高さが尋常ではありませんでした。地面よりも確実に10メートルは上に、顔だけがぽつりと浮かんでいたんです。通常こういう時は慌てるとか、思わず叫んでしまうとかあるんでしょうけど、不思議と自分は冷静だったのを覚えています。単に疲れていただけかもしれませんが、その時は恐怖よりも疑問の方が優先していました。そして見つめ合って1、2分もした頃でしょうか、顔は突然消えてしまいました。何だったんだろうあれは。そう思いながら、やはり冷静なまま焚き火に視線を戻したわけですが、先ほどまで林の中にいたはずの顔が、今度は焚き火を挟んだ向かいに現れていました。歳は40くらいでしょうか。無表情な顔でした。焚き火に視線を戻したら、もうそこにいたわけです。さすがにそれには驚きました。しかし、そこでも驚きはしたものの、やはり口をついて出た言葉は、自分でも思いもしない言葉でした。なんだよお前。思わず口走った言葉がこれです。今から考えると、何を言っているんだと思いますが、その時はそれくらいしか思い浮かびませんでした。しかし、これが逆に、功を奏したのかどうか、その顔はすぐに消えてしまいました。きっとその顔は、何かを訴えたくて出てきたのでしょうが、訴える相手を間違えたと思って消えてしまったのかもしれませんね。山で迷子。子供の頃、家族で山に行ったことがある。山に着いたのはまだ朝方で、霧があたりを覆っていた。僕は親の言いつけを守らず、一人で山の中に入って、当然のように迷子になってしまった。何時間歩き迷っただろうか。太陽はすでに頭の上にあって、お昼を食べ逃した僕は、半べそをかきながら座り込んだ。ふと気がついたら、泣いている僕の傍らに人が近づいてきた。両親かと期待したのだが、全くの別人だった。
奇妙な姿をしていた。毛皮らしい服と藁で編んだ帽子、そして恐ろしく背が高い。僕の父よりも頭二つは確実に大きかったと思う。話しかけてきた。ひどくなまっていてよくわからない。かろうじて迷子かという言葉だけが聞き取れた。うなずくとしばらく迷った後、僕を連れて歩き出した。なぜかすぐ見覚えのある場所に出た。親の声も聞こえる。いつの間にかまた一人になっていた。親はすぐに僕を見つけてくれた。なぜかこの体験、僕は忘れてしまっていた。つい最近久しぶりにこの山に行って、そこで思い出したのだ。家に帰って親に尋ねてみた。両親は僕と違ってそのことを覚えていた。いきなり目の前の茂みからお前が出てきたんだ。どこ行っていたんだって聞くと、お前変なこと言っていたぞ。親はそこで奇妙な顔になって続けた。背の高い一つ目のおじちゃんに連れて帰ってもらった。お前そう言っていたんだよ。全然覚えてない。僕は自分を助けてくれた人の顔を思い出すことができない。本当に一つ目だったんだろうか。あれから何度かあの山をうろついたが、誰に出会うこともなかった。せめてお礼を言いたいと思って、お酒を僕が見つかった場所に置いてきただけだ。取り留めもないですが、僕の奇妙な体験です。崖のあるキャンプ場。当時小学生だった私は、夏休みに2泊3日のキャンプへ友人と参加することとなりました。キャンプ場は地元から2時間ほど離れた桂山村の山奥。キャンプ場とは言っても今のように整備された場所ではなく、少し広めの原っぱに炊事場とトイレがあるだけの簡素なところでした。さらに沢の上に位置していたため、原っぱの端は崖になっているんです。子供ながらにこんな場所でキャンプをするなんて危ないんじゃないかな、そう思ったことを覚えています。キャンプのアトラクションとして、昼間は沢登りや魚のつかみ取り体験、夜はキャンプファイヤーと肝試しと楽しそうなイベントが予定されていました。初日の夜は肝試しを行いました。その肝試しは少し変わっていて、真っ暗な森の中で懐中電灯などの明かりを一切持たず、少しの間一人だけになる、そういうものでした。ルールとしては、下手に動いたり大声を出すと迷子になったり、野生動物が驚いて向かってくるかもしれないから、迎えの大人が来るまでは決して身動きもせず声も出してもいけない。今思えば声を出してはいけない理由が他にもあったのではないかと思うのですが、当時の私は素直に大人の言うことに従いました。私が指定の場所に着くと、一緒に来た大人たちは懐中電灯の明かりとともにゆっくり遠ざかっていきました。真夜中の山奥は目を開けているのか
閉じているのかもわからなくなるくらい、驚くほど真っ暗でした。近くに他の子供たちもいるはずでしたが、その気配は全く感じません。空気は生ぬるく、皮膚にべとっとまとわりつく嫌な感じでした。時折、ガサガサという茂みが揺れる音と、名も知らない鳥かけ者の鳴き声のようなものが聞こえました。それも遠いのか近いのか、距離感さえもわからなくなるくらい、真の暗闇。実際には、ほんの数分のことだったのでしょうが、私にはまるで、この世にたった一人、取り残されてしまったのではないか、そう錯覚するくらいに、とても長い時間に感じました。しばらくすると、暗闇の奥から、明かりと、迎えの大人たちがやってきました。私はほっとして、大人たちや他の子供と合流して、無事に元のキャンプ場へと帰ってきました。帰りの道中に大人たちが、いやー、今年は何も出なかったみたいでよかったな、そう笑い合っていました。次の日の昼間、一緒に来ていた友人の様子がおかしくなりました。崖の方を見て、しきりに怖がっているのです。どうしたのかと尋ねてみると、何も見えないの?と言われて、今度はこっちに来て、と原っぱの端、沢の方の崖へと引っ張って連れて行かれました。ここから下を覗いてみて。友人の言葉通り崖を見下ろしてみましたが、何も見えません。真下には涼しげな沢が流れているのが見えるだけ。ですが友人は取り乱してしまって今にも泣きそうな顔で、この崖から赤い顔の男の子と女の子が顔を出してくる、そう叫びました。ほどなくして大人たちが友人をなだめていましたが、結局私には何も見えないのです。一体友人はどうしてしまったのだろうと気にはなりましたが、とりあえずキャンプはそのまま続行されました。その日の夜、私は日中の疲れもあって、まだ皆が起きている時間でしたが、一人先に寝袋へくるまっていました。周囲の子たちは、ランプの明かりのもと、小声で何やら楽しそうにおしゃべりをしていました。しかししばらくすると、彼女たちの声の調子が変わってきました。え?ちょっと、大丈夫?待ってて、先生たち呼んでくるから。その声に驚いて起き上がると、二人の女の子に背中をさすられながら、苦しそうに体を丸める子が目に入りました。苦しい、重いよ、重い、助けて、助けて。彼女はそう言いながら、まるで目に見えない何かに押しつぶされているかのように、徐々に前かがみに丸まって、最後には床に突っ伏す状態になってしまいました。彼女はその間も、泣きながら、重い、助けてと繰り返していました。テントの中はもうパニック状態です。私も目の前で何が起こっているのかがわからず、動くことすらできません。しばらくすると、先生と呼ばれる人たちが、血相を変えてテント内に飛び込んできました。そしてすごい形相で、出て行け、出て行け、
と言いながら、持ってきた塩を彼女に思いっきりぶつけて、背中を叩きました。すると不思議なことに、あんなに重そうに苦しがっていたその子は、嘘のようにすっと起き上がることができたのです。本人も何が起こったのかがわからないといった感じで、呆然としていました。その後は異常もなく、私たちは次の日帰宅することができました。しかし帰りの車内で、友人や他のグループの子たちと話をしたところ、トイレの入り口からこちらを見ている知らない男の子がいた、とか、影だけが動いているのを見た、とか、ほとんどの子が何かしらの異常を見たり感じたりしていてびっくりしました。友人はこのキャンプ以来、山恐怖症になっていて、足を運ぼうとはしません。そして、なぜこんなキャンプに私と友人が参加したのか、記憶も曖昧で、今でも不思議なんです。牛が首。N 県の S 村に牛ヶ首という場所があります。私の祖母がその近郷の出身なんです。小学校の頃、その祖母から聞いた牛ヶ首近辺であった昔々の話です。祖母の曽祖母の弟にあたる人が金貸しをやっていました。江戸時代のことらしいです。私にとってはご先祖様になるんですけど、残念ながら名前がわかりませんので、仮に A さんとします。A さんは氷菓子であったらしく、あまり評判は良くなかったようです。ある夏の日、A さんは小僧さん一人をお供に連れて、貸した金を取り立てるため、山中の集落に出向きました。集落の人に貸していたお金の取り立てが、どのように行われたのかは、はっきりとは伝わっていません。ただ、山の集落の人たちは、酒の席を用意して、かなりお酒を勧めたそうです。そして A さんは酔っ払って、お供の小僧さんと一緒に、夜の山道を帰ったということです。で、結局、A さんと小僧さん、二人とも家に戻ることはありませんでした。そのまま行方知れずとなりました。山の集落の人に尋ねても、お金を返して酒を飲んで別れた後のことはわからない。そう皆が答えたそうです。残された家族は、山の集落の人たちではなく、麓の村人たちにお願いして、山の中を探してもらいました。そして、帰り道とは逆方向の崖の下で、A さんの遺体をようやく見つけることができたそうです。遺体は凄まじい形相をしていました。最終的には、夜の山道で、酔っ払って落ちたんだろう、とされましたが、帰るべき家とは逆方向にある崖からなぜ落ちたのか、これは妙な話だと噂になったそうです。さらに、取り立てた。山の集落の人たちは払ったと言っている。そのお金は結局どこからも出てきませんでした。また、お供の小僧さんが、ずっと見つかっていないのは、神隠しだとか、主人を殺して金を奪って逃走したのだとか、いろいろと噂になったそうです。私はこの話は初めて聞いた小学生の時から、
きっとその小僧さんの失踪も、山の集落の人たちが関わっているのではないかと思っています。その山の集落は過疎のため、昭和40年代中頃に廃村となっています。危険な山道。私の地元は山岳地帯に位置していて、険しい山道がたくさんあります。田舎ということもあって、山頂に星を見に来る者も多く、流星群の時期になると、地元の有名なスポットとなる場所があります。その山の頂上から下山するルートは二つに分かれており、両ルートともに杉の木が立ち並び、視界の狭い山道です。山道は急カーブが続いており、安全のため舗装はされているものの、ガードレールが少なく危険がありますが、そんなルートですから、車を愛する走り屋のコースとしても有名になっています。そんな山道で、私はとても怖い体験をしたのでした。ある夏の夜、私は星を見に行くべく、その山の頂上まで友人たちと車を走らせていました。時間は蒸し暑い深夜の0時。窓を開け、タバコを吸いながら向かった先には満天の星空があって、存分に堪能して小一時間が過ぎていました。そろそろ帰宅をしようとエンジンをかけ、東京方面に降りるルートを選択して帰宅を試みました。いくつものカーブを抜けて、夏の蒸し暑い生ぬるい空気がお世辞にも心地よいとは言えず、ただ黙々と山道を下っていました。すると前に座っていた友人がカーブミラーに対向車のようなライトを感じたようで、速度を緩めて端に避けるように指示をしました。しかし一向に車は通りません。車のエンジン音でも聞こえるのかなと、窓を少し余分に開いた瞬間、全員が背後から迫るオレンジ色の光に気がつきました。急いで車を出して、後ろは振り向かないで、絶対にミラー越しにも見ないで。霊感の強い家系に生まれたその友人からの突然の発言に、車内は凍りつきました。私たちは急ぎながらも安全運転に努めながら山道を下っていきます。道中視界には何度もオレンジ色の光がちらつく中、町まで無事下山することができました。ここまで来れば大丈夫。でもないけど、まだ安心はできる。家族に連絡して、塩を用意してもらうわ。霊感の強い友人は、そう言い放つと、少しの間沈黙をして、さらに口を開きました。二人いる。いたと言った方がいいのかな。あのカーブミラーのあたりからずっと、後ろの席に女性と小さな子供、車に乗ってきた。後ろの席といえば私が座っていました。マジか、と思いつつも、霊感ゼロの私には何も感じることはできないので、今もいるのかと問い詰めると、今もいるんだけど、けどさっきよりははっきりとは感じない。そんな車の後部座席に私はまた乗るのか。そんな思いもありましたが、車に乗らなければ帰ることはできません。とりあえず手を合わせてから車に乗り込み、
霊感のある友人の自宅に着くと、母親が出て塩を私たちにかけてくれました。えらいものを連れてきてしまったね。親子かな。友人と同じ状況が見えている様子でした。とりあえず車からは降りているから安心して帰りなさいね。気をつけて。それから霊はその家に数日間いたようですが、徹底した供養やお祓いによって数日で事なきを得たようでした。後から聞いた話ですが、その日私たちが通ったルートでは親子が交通事故で亡くなっているらしいのです。そして同一の場所で転落事故が多発しているということも走り屋の友人から聞きました。あのルートは俺たちでも通らない、必ず逆のルートか、もしくはそれよりも下の箇所からスタートをする、そんなルールもあるんだ。有名な話だったそうですが、私たちは知らなかったことで危うく危険な目に遭っていたかもしれないと思うと、ゾッとせずにはいられませんでした。でもついてきたくらいなら、その親子は何か伝えたいことがあったのでは。そのセリフを私は飲み込み、二度とそのルートを通らないようにしています。谷間沿いのコース。私は自然がとても豊かな田舎町に住んでいるものです。町自体はごく片田舎で、チェーン店も多くありますが、少し車を走らせればすぐに農地の風景が広がって、緑豊かな山脈のふもとに連なっています。都会から引っ越してきたばかりの頃は多少不便さを感じてはいましたが、今ではこの美しい豊かな自然にこそ親しみや愛おしさを感じるようになりました。そんな私たち家族の週末の楽しみは、そういった自然の部分への小旅行です。比較的標高の緩い山もたくさんありますので、お弁当やおやつを持参してピクニック。秋になれば栗拾いができますし、冬になればソリやスキーで雪山を滑ります。年間を通してはちょっとしたハイキングコースで数時間の散策を楽しむのが定番の日曜日の過ごし方です。何しろいろいろなトレッキング、ハイキングコースがありますので、数年かかった今でも全く制覇ができていません。先日も夫と子供と丸谷のコースを歩いてみようか、そういう話になりました。それは隣町の裏手に山があって、そこの谷間に沿って歩く数時間のコースです。何気なく同意して私たちは出かけました。そのコースの入り口に着くと、通常のハイキングコース同様、コース案内の地図とマークの説明がありました。コースごとにマークがあるので、それに従って歩いていけば道に迷うこともないという仕組みです。ただそのコースは少々妙な説明がついていました。3種類のコース説明の下に、以上のマーク以外の印は現在では使用されていないコースの道しるべです、見かけても決してそれに従わないようにしてください、〇〇町観光課、そう記してありました。なんだか引っかかる文章だなと心にもやもやしたものはありましたが、私たちは一番簡単な
赤丸マークコースに沿って歩いていくことにしました。谷場沿いのコースですから、歩いているとかなり肌寒さを感じました。私はしっかりと防寒をしてきてよかったなと思いました。途中飛び石を渡って小川を渡り、新幹部の小道を通ると終着点とされていた岩屋にたどり着きました。巨大な石が組み合わさってできた自然の造形物なのですが、なるほど、岩屋と見えなくもありません。古びたしめ縄が張ってありました。そこで水分補給をして少し休んで引き返そうとした際、夫が、あれ、岩屋の中に印がつけてあるよ、と言うのです。その岩屋は閉ざされた構成ではなくて、トンネルのように向こう側が見える形になっています。言われて覗いてみると、確かに岩の表面に印がありましたが、それは散策コース冒頭の地図に記してあった三つの印とはまた違うものでした。夫と子供はすでに岩屋を区切りかけており、私も釣られて入りかけ、向こう側の様子を見ました。小道が続いていましたが、両脇の木々が異様な形にしなっており、何か不気味な雰囲気が漂っていました。海の近く、風が激しい地域ではこのように木々がしなうのを見たことはありますが、こんな山間部でなぜ、何かがおかしい。私の本能がそう直感しました。私は夫と子供を引き止めて、これは昔のコースだからやめておきましょう、もうすぐ日も暮れそうだし、そう説得しました。それもそうだと、二人ともすぐ向きを変えて、私たちは元のコースに戻りました。何事もなく、私たちは無事に帰宅できたのですが、その後私はなんとなく気になって、例の谷間のことを調べてみました。すると驚いたことに、数人の行方不明者が継続して発生しているという地元新聞の記事を発見しました。数十年前の昭和50年代頃から、肝試しに谷間のコースを通った中学生が帰ってこない、そんなケースがいくつか散見されたのです。岩屋の由来については何の記述もありませんでしたが、私はこの記事を読んだ瞬間に全身の毛がよだつのを感じました。岩屋の向こう側に見たあの曲がりくねった木々のトンネルは、ひょっとしたら異世界への入り口だったのではないか、そう思えて仕方がないのです。その後もずっと散策やハイキングは続けていますが、私たちは人通りが多いメジャーで安全なコースを取ることにしています。山道に出たきり。これは私が二十歳の時体験した実体験です。当時の私は専門学校に通っていて、そこで知り合って仲が良くなった友人 A、B、C、D がいました。私たち五人は休みの日はよく一緒に行動していました。男五人が行動を共にするのですから、彼女などはできるわけもなく、そのうち A が車を中古で購入したので、出会いを求めて海に行こうと若者らしく出かけることになりました。
しかし海水浴に出かけたのはいいのですけど、残念ながら女性と知り合うことはできませんでした。全員で、世の中はそんなに甘くないよなと言いながら、 A の運転で帰宅することになりました。帰り途中で夕飯を食べ、ドライブをしながら帰宅していました。山道に入ったところで霧が出始めて、徐々に濃霧へとなっていきました。運転中の A に、前見えないけど大丈夫か、気をつけて安全運転で行けよなどと話をしていました。 A もかなり慎重にスピードを緩めて運転していました。ルームミラーを見ると後ろもほとんど見えない状態で、 A も緊張感が半端ない状態で運転をしていたと思います。車を30分ほど走らせたでしょうか、突然すごい光が飛び込んできました。自分たち5人は最初、対向車か後続車かと思いました。そこで A には、濃霧で事故にならないようにハイビームにしてクラクションを鳴らし、こちらの存在を知らせるようにと言いました。A はすぐハイビームにしてクラクションを鳴らしましたが、相手の反応はなく、光が弱まる気配もありません。とりあえずスピードはこのままで進むことを選択しました。みんなでルームミラーから光を見ていると、光の向こうから人影がすごいスピードで追ってくるのが見えました。突然の恐怖が私たちを襲って、なんだあれ、スピード上げろと騒ぎ出しました。しかし人影はどんどん追ってきます。今にも車に追いつきそうなスピードです。濃霧ですから道の先がカーブなのかがわからないので、出せるスピードの限界もあります。そしてついに人影が車の近くまで来た時、話し声が聞こえてきたのです。遊んで、お願い、遊んで、絶対に止まるな、スピード落とすなと叫び、 A も、わかっている、安全運転でできるだけ頑張って鍵を吹っ切る、そう言って必死に運転していました。人影はついに車に追いついて、そして消えていきました。その後霧は晴れて、無事に山道を降りました。私たちは、あの人影は何だったんだろうと話をしながら山道を下ったところにあるコンビニに入って、飲食物を買って車に戻りました。地元に戻ったところで、私と B と C を A が自宅まで送ってくれると言ったのですが、夜遅くなるからと言って車を降りて別れました。私たちと別れた後、 A と D は車で交通事故に遭って亡くなりました。事故は見通しがいい直線道路、不可解な点があるとのことで、直前まで一緒に行動していた私と B と C は警察に呼ばれて事情聴取をされました。事故の内容を聞いてみると、車が電柱に衝突をして即死とのことでした。現場は見通しがいい直線道路でしたが、とはいえかなりのスピードで激突したというのです。またエンジンには女性の髪の毛のようなものがこびりついていたとのことでした。私にはもちろん、B と C にも心当たりなどはあるはずもなく、
警察にもそのように話しました。ただ唯一心当たりがあるとすれば、海水浴の帰り道に通った山道での濃霧と光から追ってきた人影です。一応警察の方にその話をしたのですが、昨晩はそのあたりは霧は出ていないという返事が返ってきました。それに加えて同じような話をする交通事故者がいるという話も聞きました。あの人影、あれが一体何だったのか未だにわかりません。あの時は車を所有して運転できたのが A だけだったので、 A と自宅が近くだからと最後まで一緒に同乗した D が私たちの代わりに犠牲になってしまいました。今は私も車の免許を持って運転をするようになりましたが、あの山道だけは二度と行かないようにしています。スイカ。秋になると登山の季節になります。よく墜落が登山シーズンには起きるそうです。そのご遺体は頭が割れているため、スイカと呼ばれるそうです。しかし秋に事故を起こして行かれてしまったとしても、ご遺体は雪のため春まで放置されるようなのです。中には発見されることもなく忘れ去られているご遺体もあるそうです。万年雪の中にある時が時たまあるようなのですが、その登山シーズンの秋、登山部ではスイカを見たら振り向くな、振り向いたら自分もスイカになるということがよく言われるそうです。そしてこれは実際に体験した方の話なのですが、山の尾根を歩いていると向こうから数人の集団が歩いてきました。先頭の人間がスイカだと叫んだそうで、皆がその集団に向かって会釈をしました。大学のサークルの一年だったその方は理由もわからずに自分も会釈をしました。会釈をし終わってその集団が横を通り抜けようとすると、頭がくしゃくしゃに潰れていたそうです。驚いたその方は慌てて振り向こうとしましたが、後ろの先輩が振り向くなと大声で怒鳴るので、何かがあると感じたその方は興味を抑えて無事に山頂の宿舎へとたどり着くことができました。その方はスイカのことについては後から聞いたようです。もしもあのまま振り返っていたら。前後を登山経験者の長い方で、真ん中を経験の浅い方という並び方で登るのは、このスイカのためでもあるようです。先頭の方がスイカであることを知らせ、最後尾の方が振り向かないように監視をするために。カップルの幽霊。これは初日の出が美しく見られると私の住む地域では有名な山頂を訪れた時の出来事です。車で山頂まで登ったのですが、行き交う車は一切なく真っ暗な林道を走っていました。山頂に着くと車は私の一台しかなく、人気はもちろんありません。じっと一人で初日の出が昇るのを今か今かと待っていると、ようやく太陽が姿を現し、眩しい光が辺り一面をキラキラと輝かせ始めました。
噂にたがわぬ光景だったため、持参していた一眼カメラで、刻一刻と変わる風景を撮影することに集中していました。5分ほど撮影を続けた頃でしょうか。レンズから顔を離して、撮影した風景を液晶画面で確認しようとすると、一眼カメラの向こう側に、二人の若いカップルがいることに気がつきました。あれ？来た時には自分以外にはいなかったのに、後から来たのかな？その時は特に気にはせず、撮影した写真の確認を行っていました。写真のチェックが終わった後も、まだカップルは同じ場所にいて、峠の方を見ていました。しかし、この時ふと、この二人、どうやってここまで来たんだろう、と違和感を覚えました。近くには、車やバイクは見当たりません。決して山頂まで登ることができないような標高ではないのですが、初日の出を見るために山頂まで歩いて登ってきたのであれば、私が車で登っている間に姿を見ていてもおかしくはありません。私よりも先に山頂についていたのかも、とも思いましたが、私が到着した頃には誰もいませんでしたし、隠れる場所などもない地形なんです。それでも、朝日が差した山頂の景色を逃すまいと、そのまま撮影に夢中になっていると、いつの間にかカップルの姿は消えていました。本当に物音一つせず、忽然と姿を消したので、もしかして、幽霊？という考えが、頭をよぎりました。怖くなった私は、とりあえず撮影を終わらせて、早く人気のある場所に移動しようと、車に飛び乗りました。ですが、来た道と同じコースを進んでいたつもりが、走れば走るほど、見たことのない景色や木々ばかりです。とにかく、ここを早く離れなければ。来た道とは違う道であることは分かっていましたが、恐怖でパニックになりかけていた私は、ひたすらにアクセルを踏み続けて前進しました。しかし、進めば進むほど、木々は深くなり、道幅も狭くなるばかりです。これ以上はやっぱりダメだ。引き返して元の道を探そう。一度冷静になろうと、車から降りて外の空気を吸おうとしたとき、衝撃が走りました。なんと、車の前方30センチくらい先で、いきなり道が切れて崖になっていました。道路を横断するように枝や植物が飛び出していたので、車からはよく見えていませんでした。もしもこのまま進んでいたら、間違いなく転落していたと思うと、背筋がゾッとしました。結局、人里に降りた頃には、片道1時間のはずが3時間もかかってしまいました。そして安心したのか、お腹も空いたので、食堂で食事をしながら、今体験した出来事を店員に話していると、それ、もしかしたら先日山頂で自殺をしたカップルの霊かもしれないよ。そう言われました。そのカップルと私が見た二人の特徴は一致していました。さらにはその山は自殺者も多いところだという情報も聞いて、それ以来二度と立ち寄らないようにしています。
小玉。昔山で仕事をしていた時のこと。仕事を終えて、作業道を歩いて下っていたら、上の方で妙な声がした。ほーとか、おーみたいに聞こえるんだけど、呼ぶ時にそんな声を出す人もいるから、誰かいるのかなと思って上を見たら、尾根の方に小さな人影が見えた。逆光になっていて、シルエットしか見えないんだけど、こちらを見ている様子。俺も、おーみたいな声で答えたんだけど、じっと動かない。と思ったら、こっちに手を振って、ジャンプし始めた。わけわからないし、こっちも疲れていたから、降りるぞって、そのまま林道へ降りた。先に降りていたおっさんが、誰かいたのかと聞くので説明をすると、ちょっと嫌な顔をした。小玉かもしれん、と言う。何それ、と言うと、人に化けて悪さをする。昔は小玉を見たら、その日は家に帰って、一歩も外に出てはいけないって言われていた。夜中に呼ばれたり、戸を叩かれても、絶対に返事をしてはいけない。今はそんなことはないかもしれないが。おっさんはひとしきりそんなことを言った後、念のため、今晩はお前は外には出ない方がいいぞ。俺はその頃、駅そばの飲み屋に毎晩のように通っていたんだけど、やっぱり気になったんで、その夜はおとなしく家に帰った。が、別に名前を呼ばれたり、戸を叩かれたりすることはなかった。次の日の朝、仕事の続きをしに作業道の入り口まで来ると、もうおっさんが来ていた。いつもは先に来て、さっさと支度を済ませて火を焚いて待っているのに、なぜか軽トラの中でタバコを吸っている。俺が近づくと降りてきて、作業道の入り口を指さした。そこには何か動物の遺体が重なって置かれていた。今日は山には入らない方がいい。そう言われたが、俺も仕事をする気にはなれなかったんで、これ幸いと引き返した。その後も、その山の仕事を続ける気にはならなかったんで、おっさんに頼み込んで、他の仕事師に代わってもらった。おかげで年末にかけて金が足らなくなって、飲み屋に行く回数も減ったけど、おっさんから、代わりの仕事師が大怪我をした、という話を聞いて、本気でゾッとした。何かに気を取られていて、倒れてくる木の下敷きになったらしい。もしかしたら、小玉に呼ばれたのかな。心霊体験談。僕は現在建築関係の仕事をしています。その中でもシステムバスの施工職員をしていて、だいたい一日で作業を終了しないといけないため、夜遅くまで仕事をすることが多々あります。これは僕が新人の時の話で、田舎にある一軒家のお風呂を作っていた時の話です。いつものように仕事をしていましたが、時間がかかってしまって、夜の12時まで作業をしていました。普段だったら、夜の8時を過ぎると、周りの住人の迷惑になるため、作業を打ち切り、次の日に続きをやることになります。ですがそこは田舎で、山の方の遠い場所にあるし、
この日に作業を終わらせると、次の日が休みになるということもあり、管理会社に連絡を取って、作業を続けることにしました。10時頃になると、僕の相方の先輩が、家の用事があるために帰りたい、そう言い始めました。僕は新人でしたけど、ある程度の仕事はできるようになっていました。いつもなら作業が終われば、先輩と一緒に帰っていましたが、今日は別々で帰ることになって、僕は居残りで仕事をしていました。先輩が帰ってから、1時間ほどで作業も一段落して、最後の仕上げに、お風呂の鏡を取り付けて完成です。やっと終わった、と思って、鏡に映った窓の外の風景を見たとき、そこに女の人が立っているのが見えました。こんな山奥で、しかも時間は深夜。周りには住居もありません。単なる見間違いだと思い込むようにして、怖くなった僕は急いで後片付けをし始めました。まずは窓を閉めて、なるべく鏡は見ないように仕事を済ませます。そして最後の確認をしたとき、窓ガラスに女の人のシルエットが見えていました。さっきよりも近づいてきている。半ばパニックになりながら、逃げるように風呂をすぐ出て、車に乗り込んで発進しました。帰り道で冷静に考えながら、あの人は一体誰なんだろうと考えると、本当に怖くなってきました。そして、重要なことに気がつきました。僕の会社では、仕事が終了すると、お風呂の保証書を、風呂の湯船の底に置いていかないといけないのですが、今回それをすっかりと忘れてしまっていました。せっかくこんなに遅くまで作業をしたし、休みの明日に来るのは面倒です。悩んだ挙句、怖いけど戻って置いていくことにしました。到着したら、車のトランクから書類を取り出し、さっきの物件の鍵を開けて、周りを見ないように一目散に風呂の扉を開けて、湯船の中に書類を置こうとしたとき、僕の携帯が鳴りました。うわ！あまりにびっくりして、痛いほど心臓は脈打ち、変な汗も吹き出してきます。着信は地元の友達で、心霊体験が豊富で、占いもやっている人からでした。さっきのこともあって、ちょうど話をしたい人だったから、すぐ電話を取りました。お前、今、〇〇にいるんだろ？そこ本当にやばいから、すぐに戻ってこい。電話で開口一番にそんなことを言われたので、僕は猛ダッシュで車に戻ってエンジンをかけようとしましたが、なかなかエンジンがかかりません。これはいよいよやばい。そう感じたときエンジンがかかり、ヘッドライトを照らすと、すぐ車の目の前に、ワンピースを着た、かなり身長が高い女が立っていました。アクセル全開でバックして車を出して、夢中で地元に帰りました。後日先輩に、こんなことがありました、と報告をすると、先輩は真っ青になりながら、やっぱりか、実はな、と続けました。聞いてみると、先輩もそのあたりの山のふもとの別の物件で作業をしていたとき、同じように女の顔が鏡に映ることがよくあったらしくて、夜遅くまでの作業は
絶対にしたくないと思っていたみたいです。ちなみに僕と行った日は本当に用事があったようです。電話をかけてくれた友達の話では、大昔にその辺りの集落で一家心中をした家があったらしいです。その家族の霊魂が固まったものが僕の目の前に現れたのだそうです。これまでは全く幽霊を信じてはいなかったし、テレビ番組で取り上げられているのもどうせ嘘だろうと思いながら見ていました。ですが自分で体験をした後は幽霊の話も信じるようになりました。もう二度と怖い体験はしたくない、そう思います。